東京で今日、全国のトップを切って桜の開花が宣言されました。東京の桜の開花を発表します。開花おめでとうございます。桜の開花はソメイヨシノの標本木に5、6輪以上咲いていることが基準となりますが、今日午後2時ごろ、東京千代田区の靖国神社で気象庁の職員が11輪咲いていることを確認し、開花を宣言しました。全国でトップを切っての開花宣言で、東京としては2020年、2021年と並んで統計開始以来最も早い開花です。今後1週間ほどで満開になる見通しということです。